兵庫県太子町の奈良の教育長からセクハラを受けたとして、40代の女性教育委員が辞任した問題で、奈良の教育長は市長と教育委員会に辞職願を提出しました。兵庫県太子町の40代の女性教育委員は、今年5月に奈良の正樹教育長に食事に誘われ、手を握られるなどのセクハラを受けたとして、7月に辞職願を提出し、教育委員会で認められました。太子町教育委員会によりますと、奈良の教育長はこれまでセクハラ行為は一切なかったと否定していましたが、昨日、市長と教育委員会に辞職願を提出しました。これを受け、教育委員会は今日午後1時から臨時会議を開き、奈良の教育長の辞職を認める見通しです。承認されれば、奈良の教育長は今月26日で辞職となり、教育委員会によりますと、後任はまだ決まっていないということです。